かとか相問っていうグラテで言うんですが、お互いに、まあ、相手の消息を聞く、現地ですかとか、そういうのを尋ね合うっていうのが本来の意味なんですけど、大体その相手の体調とか気になるって言ったら、まあ、恋しい相手とかっていうのが多くて、どうしても相問かっていうと、もう恋の歌に代名詞みたいになっちゃってますね。当時のこの大人の人たちは、どういう恋愛感だったんですか？番組の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。東京都の関係者によりますと、今日都内で新たに110人以上が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたということです。都内で感染が確認された人が1日に100人を超えるのはこれが初めてで、都は先週末に続いてこの土日も不要不急の外出を控えてほしいと強く呼びかけています。東京都内で新型コロナウイルスに感染する人が急増する中、都の関係者によりますと、今日都内で新たに110人以上が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたということです。都内で感染が確認された人が1日に100人を超えるのはこれが初めてです。都は感染の拡大が続いているとして、先週末に続いてこの土日も不要不急の外出を控えてほしいと強く呼びかけています。生活必需品の買い出しや病院に行くことなどについては自粛を呼びかけていませんが、都によりますと、感染経路がわからないケースや若い世代の感染が相次いでいるということで、今日でなければいけない用事かどうかをそれぞれの事情に応じて考えて行動してほしいとしています。また、夜間の繁華街での集団感染が疑われるケースが相次いでいるため、夜間の外出を控えることも呼びかけているほか、感染のリスクが高まる密閉、密集、密接の3つの密を避けることなど、感染を広げないための行動をとってほしいとしています。東京都の関係者によりますと、今日都内で新たに110人以上が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたということです。都内で感染が確認された人が1日に100人を超えるのはこれが初めてで、都は先週末に続いてこの土日も不要不急の外出を控えてほしいと強く呼びかけています。ニュースをお伝えしました。お母さんにも黙って直接部屋を訪ねるみたいなことが当時は普通の、まあ、マナーだったとも考えられているようですし、なるほどね。ちょっと今はね、とんでもないことですけどね。まあまあまあ、だから変わったんですね。時代とともに。そうですね。日本の中の出来事とかね、ちょっと思わないかな。そうですね。そういうちょっと恋の歌の中で、はい、なんかこう特に井上さんが好きなものを紹介していただけますか。はい、そうですね。はい、そのいろんな歌が本当にたくさんあるんですけど、恋の上級者だなみたいに思う歌があって、うん、藤原のマロという方と大友の坂の上のイラツメという、まあ、坂の上のイラツメは本当にあの女性の中で一番歌を多く残している人なんですけど、その二人のやり取りっていうのが結構上級者編っていうイメージで出てきます。なるほど。じゃあそれがですね、どんなイメージなのか、はい、原田さんとアンジさんがですね、現代語訳で再現してくれるみたいです。どうぞ。チャラい感じのやり取りだったんでしょうね。チャラいかどうかわかんないけど、言葉だけだもんね。
本当に割とそういう歌って言われてるのがありまして、牧野四って総文歌がとにかく特集されてる万葉集の牧野四、はい、20巻あるうちの4巻目なんですけど、こういう歌ばっかりが入ってるんですよ。でその中に今ちょっと現代語風にしていただきましたやり取りがあって、藤原のマロさんっていう人は結構当時も偉い人なんですけれど、その人が、自分がその乙女らが玉串でなる玉串のカムサビケムも芋に合わずあればっていう歌を歌ったりしているんですけど、もうそのところが、自分がなかなか会えなくなってしばらく会えないから自分がもう人間離れしちゃった、もう神様みたいになっちゃったっていうようなことを言う、そういう会えないのが長くて、でもいい表現。で、彦星に。彦星によく渡る人は年にもありといつの間にそも我が恋に行けるっていう歌なんですけど、一年に一度しか会えないっていうのを我慢してるあの彦星と織姫は偉いよなみたいなことを言っていて、男の人の方が会いに行くのに会えないのがすごい寂しいって言ってるところも、忙しいから行けないよみたいなことなんですかね。多分それを本人は言いたいんだと思うんですよ、おっしゃる通りなんです。それに対して女性側がその坂の上いらつめが何を言ってるのって頼ってこないのはあなたじゃないのみたいなと思いますよ。仕事が忙しいのか他の女性の元へ通ってるのかわからないけど、それでその1年に1回でも来る彦星は、いいじゃない、あなた1年に1回も来なかったじゃないですか、もっと来いよみたいなね、もっと来いよという感じですね。受け取っちゃってるけどね、本当そうなんです。彦星を出したそうなんです。そういう歌が千鳥なく作法の為瀬のさざれ波、病む時もなし我が行楽はっていう歌がありまして、これでいくと住んでたのが佐保川っていう、今も奈良に流れてます佐保川っていうのがあるんですけど、奈良市内ですね、そこの近くに、大友の一族の家があって、でそこに彼女は住んでいて坂の井狙爪って呼ばれてたんですけれど、でそこの波が、耐えることがないように、さざれ波が止むことがないようにずっと自分の恋心は続いてたっていうことを言って、ただちょっと来ないじゃないって言いながらも、でも本当は会いたいと思ってた、ずっと好きだったわよみたいなことをちょっと緩急がつけてあって、で3週目にさっきちょっとあの人は来ると言ってもって言っていただきましたけど、混むというも混む時あるを孤児というを、混むとはまた字孤児というものにっていう歌を読んで、ああそうですか、混むというも混む時あるを孤児というを、混むとはまた字孤児というもの、よく噛まずにこじこじこでこじ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 、三代語訳にしてもなんかややこしい言い回しですよね。さっきアンジさんに言っていただいたような感じですね。来ると言ってても来ない時があるのに、多分来られないって言われても、もしかしたら来てくれるかもみたいな、でも来ないんだから待っててもしょうがないなみたいな、ちょっとこうちょっと面白い感じの、ここで緩急がやっぱりつけてあって、最後4週目を彼女は送っていて、さっきの再現ドラマじゃなかったんですけど、その住んでいる佐保の川の生活が広いので、橋を渡して自分は待ってるって締めるんですよ。だから意外となんか可愛らしいというか、馴染っておきながら最後は待ってるわっていう。めちゃくちゃ好きですよね、これ。そうなんですよ。上級編だなっていう。そうですね、はい、ちょっと男の人の方が余裕がまだ感じられますかね、これね。ちょっと女の人の方がなんかすごい、ね、松川ですかね、っていうなんかね、松川の感じがありますよね、ちょっとね。男性はその妹と一緒にいないから肌が寒いって割と直接的に言っておきながら、ね、女性はそのコムというもうんぬんっていう風に遊び心のある歌を返している点では、女性側も余裕があるようにも思えます。なるほど、この辺は余裕から来るんじゃないかと、というようにですね、そういうやり取りをメロドラマ風にね、表現させていただきましたけれども、なりましたね。ということは万葉クイズの時間です。あ、万葉クイズさっき出してきました、はい、答えさっき聞いてないか。そうなんです。そのね、今答えをね、お伝えしようかなと思いまして、はい、ではですね、ちょっと問題の方から復習しますと、1問目はこちらでしたね。今女性に大人気のイケメン俳優といえば横浜流星さんですが、ある意味で万葉の横浜流星といえる歌人といえば誰でしょうか。1番山田の明、2番大友のやかもち、3番山辺の赤人ということでした。
これ何もう発表しちゃっていいですか。全然わかんないんですけど、年とかがさ、この人たち何歳なのかもわかんないし、わかんないし、何なんだろう、ちょっと何なんだろうな、こんなに、ね、名前とかに関することなのかな、なんか流星って言ってちょっと、キラキラネーム的な。なるほど。感じじゃない？奥さんがいいですか？当時のキラキラネームはどれかもわかんない。奥さんがいいですか？全部特別な感じするけどね。俺はね、赤い人だと思う。赤い人？何で？赤い人ってわけでしょ？うん、髪の毛赤かったりするじゃないですか。おお。だから赤い人が、当時は、髪を染めてたんですよ。やっかもちはですね、10歳以上年上の女性に恋歌を送っていたりとか、いろいろなあの女性との恋の噂があるということで、こういう問題に、あったね、横浜流星君もね、そういうドラマだったからね、ドラマですね、そういうイメージですね。あのイケメンかどうか私やかもちの顔は知らないんでわからないですけれども、でもたくさんの女性から歌を送られていて、やかもちが返した歌が載ってない。もらうだけもらったんだね。多分編集者の一人と言われているので、自分の歌載せなくて彼女たちからもらった歌だけ載せたって可能性も指摘されてるんですよ。すごいですね。女性からもらった歌だけまとめたらもう OK みたいな、はいはい、すごいですね。どういう事情なのかよくわからないんですけど。そうなの。さてここでですね、ゲストの方からコメントをいただいておりますのでご紹介させていただきますね、はい、万葉の時代を数多く書かれている漫画家、あの里中和智子さんです。里中さんといえばもう万葉のね、うん、漫画すぐ代表的な人ですよね。そうですね、うん、井上さんももう里中さんとは意識が、当館でつい先日までやってたんですけど、里中先生の天井の虹という持統天皇を中心にした、主人公にした漫画作品がありまして、それを、まあ、原画をお借りして展覧会をやるっていうことを去年と、それから今年とやっておりまして、学園にもお越しいただいたことがあります。あ、今お写真もねこちらにありますけれども、綺麗な方ですよ。そうそうそう、本当に美しいですね。ご紹介させていただきますと、高校2年生の時に出版社の新人漫画賞を受賞し、そのままプロになった里中さん、今年で漫画家生活55年を迎えました。すごい。感じさせる歴史ロマン漫画、天井の虹などの作品を知らせています。その前、さすがに里中さんは万葉集に興味を持ったきっかけを伺いました。どうぞ。一番最初は、ね、中学校の時だったんですが、バタバニマルス初恋の頃に、なんかね、自分の気持ちにぴったりのはないかなと思って。